おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川さゆねです。8月3日土曜日の天気をお伝えします。こちら千葉幕張のお天気カメラご覧いただいております。東京方面西の方角なんですが、晴れて青空が広がっていますね。さあ、それでは全国のお天気を確認していきましょう。今日の天気アイコンはこちらです。高気圧に覆われて今日も広いエリアで晴れて日差しが届きます。ただ関東から中国四国エリアの内陸山沿いを中心としたエリアでは午後ゲリラ雷雨に注意が必要です。山や川へレジャーに行かれる際は雷の音が聞こえたら木の下など危険な場所からは離れて、建物やそして車の中など安全な場所に避難するようにしてください。沖縄エリア、南西諸島では湿った空気の流れ込みにより今日も一日雨となりそうです。傘が活躍します。また各地で気温が上がり、今日も35度を上回る猛暑日となる地域もありそうです。水分、塩分補給など怠らないようにしてください。夜は花火大会が開催される地域もありますが、長時間の立ち見やそして場所取りなどでは体力を消耗しやすくなります。体調に気をつけてお過ごしくださいね。以上、全国の天気をお伝えしました。